田村智子さん。日本共産党の田村智子です。死亡者数が昨年夏を超える深刻な状況が続いていて、高齢者への感染をどう抑えるかっていうことが問われています。高齢者施設でのクラスター感染、昨年1年間の最多は1週間で107件です。今、最新データを見ると、2月21日の週で、333件と、その前の週は447件ですから、相当深刻な感染が高齢者施設で起きているというふうに言わざるを得ません。まん延防止等重点措置が取られている地域では、高齢者施設等で原則週1回の定期検査をと、厚生労働省は都道府県に要請しています。ところがですね、それによって都道府県がどういう計画を立てているかという一覧表があったので、見ました。そうすると、東京は週1回っていうふうに なってたんですけれども、大阪府、2週に1回、大阪市、おおむね2週に1回、愛知県、2週に1回と書いてあるだけでなくて、括弧して最大4回と、回数制限まで書かれてるんですよ。これ、つまり4回を超えて検査やったところは、公費検査にできませんよって言ってるのと同じだと思うんです。これでね、高齢者施設のクラスター感染を抑えることができるのかということが問われていると思いますが、いかがですか。山際国務大臣。検査そのものは、検査の容量を増やすということをこれまで努力してやってまいりました。検査キットの数もですね、相当数も用意できるような状況になってまいりましたので、検査の回数を増やすという方向に、我々もできることはやりたいと思っております。一方で、検査だけでこの感染症を止められるわけではありませんので、やはり徹底した感染拡大対策、感染防止対策ということも併せてやっていかなくてはいけないものですから、検査も拡充させなくてはいけないと思いますが、オペレーションの方もしっかりやれるように、より共に努力をしたいと思っております。田村智子さん。いや、検査なしには止められないんですよ、高齢者施設のクラスター感染。だから厚労省も原則週1回と、これ、衆議院でも議論があってね、週1回でいいのかと。オミクロン株はもう2日に1回でこう世代時間あるんじゃないかと、だから週2回必要じゃないかってことを私たち要求していますけれども、これね、2週に1回なんてやってたら、クラスター感染止まらないですよ。ですからね、この特に感染が深刻な地域のところは、それでいいんですかと、計画取って聞き取るだけじゃなくて、ちゃんとその開始をやらなきゃだめだと思いますよ、最大4回とかね。こんなふうに区切ったらダメだと、その点いかがですか。山際国務大臣。これまではですね、その検査キット等も含めて、その有限な資源をどう使うかということで、言ってみれば苦肉の策としてやってきたところはありますが、先ほども申し上げましたように、検査キットをそこそこも用意できるような状況になってまいりましたので、検査が大切だというのは私も同意いたしますので、より頻回検査ができるようにしてまいりたいと思います。田村智子さん。東京都と大阪府には高齢者に特化した臨時的医療施設も作られました。で、国からの医師看護師の派遣によって大阪府でも2月22日に受け入れを始めています。介護を必要とする人も入所可能なので待たれていた対策です。しかしビジネスホテルの転用なので、ストレッチャーがエレベーターに入らず寝たまま状態の方の受け入れはできないというふうに報道されています。介護度の重い方がどうなっているのか大変心配で、大阪府は高齢者入所施設に往診チームを派遣するという方針なんですね。で、一方で大阪市の高齢者施設には、直接救急車を要請するのではなく、保健所に連絡をという通知が出されていて、現場からは急変した方、重症化した方、保健所に電話をかけてもつながらないと、こういう声も上がっています。で、一体どれぐらいの患者さんが高齢者施設にとどまっているのか。厚労省が各都道府県からの報告でまとめた療養状況の調査結果を見ました。2月23日時点、大阪府自宅療養者数6万6570人、うち社会福祉施設等療養者数はゼロになってるんですよ。これ実態から乖離してると思います。大阪だけじゃなく埼玉、千葉、京都、兵庫、ここも同じくゼロなんですね。これではね、高齢者施設で入院できない状態の方がどれくらいいるのか、どのぐらいの規模なのか、どう対応するのか、これ、実態もつかめないって状態だと思います。いかがでしょうか。山際国務大臣。
ご尋ねの件に関しては、改善が必要だというのは、私たちもその通りだと思います。でその上で、現場においてやれることを一生懸命やっていくしかないというのも事実でございまして、そのために、病床の確保を進めたり、あるいは病床を増やしていただけるところに対しての補助率を上げたり、ということを累次やってまいりました。しかし、それでもまだ現場において、負荷が非常にかかっているということも分かっておりますので、これもその現場と相談をしながらですね、やれることをやってまいりたいと思っております。田村智子さん。これ本当にまん延防止重点等措置をね、解除できるかどうかっていうのは、高齢者の方の感染、重症化、死亡者、本当にどうやって抑えていくかと、これがね、本当問われてるんですよ。ぜひ実態を見て、有効な対策を取っていただきたい、このことを要望して質問を終わります。以上をもちまして、本件に対する質疑を終了いたします。本日はこれにて散会いたします。